こんにちは、沼です。パワープラプリ、サブアカやっていきます。神々だな。今日はですね、皆さんに報告させていただくことができましたので、報告いたします。で、まず、多分今夜か明日ぐらいに上がると思うんですけど、エビルを一発やってみたら、なんと SS5 の選手が一発でできました。で、上り竜なしです。なんで、金徳急行で SS5 が無課金でも一応できましたと。で、デッキこんな感じですね。試合経験点を意識したのと、あとはナッチっていう感じのデッキを組んでました。で、多分6とかもできる手応えがあるので、まあ、この招き次元招きがある間に、まあ、やれたらいいかなという感じで考えております。で、次がメインなんですけど、石の数見ていただければ多分わかると思うんですけど、友達、まあ、お世話になってる友達がどうしてもガチャ引きたいということで、ガチャを引きました。で、一緒に動画撮ってたんですけど、それがどっか飛んでしまって、何を引いたかっていうのが、もうこっちになっちゃいます。それだけ申し訳ないというところですね。で、先駆けの覚醒ガチャを引いて、PSR の先駆けが一応当たりました。あとはコンノとかですね。まあ、その辺が当たったっていう感じですね。裏がとかね。で、モネちゃんガチャも10連 ?20 連ぐらいしたのかな?というぐらいで、松井ちゃんの PSR とかがあって、前出たのかな、これ。はい。という感じで石が、350個ぐらいかな。飛びましたと。で、まあ、ね。その場のね、やっぱお世話になってる方に、まあお願いされると僕も、まあ、しゃあねえか、という感じで、ガチャ引いて、で、なんか一個だけ良かったのが、モネが一個解放できたんですよね、その時にね。で、うおーってなってたんですけど、まあ、すんません、動画がないです。動画がないです。それだけ皆さんにちょっと謝罪も兼ね、これは広告をということで動画を作っています。で、エビルは今こんな感じのデッキでやっていて、で、SS5 を作った時に、あー、敏将全然足んないやーと。多分101突破しようと思ったらできたんですけど、ポイントバランスがものすごい悪くなって、あー、これは諦めだなって感じだったので、技術のバランスをちょっと犠牲にして、でも、まあ、野球を抜いて誰か入れた方がいいのかなとか、大谷抜いて誰か入れた方がいいのかなという感じでは考えています。まあ、鳴海とかでもいいですしね。この際。後上。まあ、上り竜だから今回はないか。雷とか、結構入れられるキャラクターは、まあ、いると思うので、まあそういった形にするか、まあレンジャー一人でなんとかハマるまで押し切るっていうのもなしじゃないのかなという感じです。で、ミートの上限ですね。は最初から諦めていて、まあ多分3つ以上は無理やろと。まあ総力と守備、そして精神、まあいけば十分かなと思っているので、ミートの上限は入れてないし、国樹もいないし、ハクもいないから、まあ入れられないという現状になっています。で、サバカの方もね、今、次元招きがまだ90個ぐらい残っているので、ここで表示されないかな。残っているので、まあ、それを使って、千丸厳選今20なんで、ちょっとこの残り、ちょっと何日かわかんないですけど、残りの期間厳選しまくって、ちょっといい選手をね、よりいい選手を作れればと思っています。で、あとは、今夜、SS5 の動画。まあ、もしくはこれつけるかな。頭か、もしくは後ろにつけて、まあ、一緒にっていう形でもいいかなと思っているので、まあ、どういう形になるかわかりませんが、いろんな形でまたサバカの動画を出していければいいかなと思ってます。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価お待ちしております。また、Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。まあ、無課金の方はね、ぜひぜひ一緒に頑張ってやっていければいいかなと思っています。また次の動画でお会いいたしましょう。